いやー、オッケー取ってくれー振り返しで、今ね、やっぱエグくないか、レガシーエグいな、やっぱちょっとこすったな、ちょいこすりだけど、外野定位置ちょい後ろぐらいまでいってんの、あーオッケー、いいね、おお。おお、オッケー、次の僕がダッシュしてる。やっぱいいね、やっぱレガシーのこの弾きすごいよ、思った以上に伸びてる。今回こちら、まあ、さっきのまあレガシーも当たってからのこの伸びがすごかったじゃないですか、弾きもすごいし伸びもすごいけど、なんだやっぱレガシーってこうガーン伸びてもグッグッグッてこうさらに伸びてくれるっていうところが、次こちらのモンスターブラックキャノン、前回出しましたこのモンスターブラックキャノンはどうなのかとやっていきます。あーい、トップとミドルの違いが早く振っちゃう感じする。トップのようにこううまくヘッドを効かすというよりかは結構こう早いタイミングでこう振れる感じ、詰まったけども、詰まったけどセンターオーバー、おー、やばくね、これやばくね、覚えた、フェイスじゃない、なんとかのボールって、お、頑張れ頑張れ、いけるいけるいけるか、あ、惜しい、あ、今の良かった、今のは当たりが良かったな今のはすごいこうなんか打感がこのなんか詰まることもなくちゃんとした場所だったで、軽打だったからあれぐらいだったけど、ちゃんと振ってこれは飛ぶなと思ったから、おっ、ライナー、あ、マジか、見た今、見た今ライナー、ワンバン、あそこの奥ワンバン結構飛んでると思うよ、あ、嘘え、嘘つって言われた、あ、やばくね、これ行ったんじゃない、超えた、この下から潜って下から行くと僕は、やっぱ下半身の夏からとしたらね、やっぱちゃんとね足揃ってるもう一回これで行くわ、もう一回レガシーで行く、いやモンスターも破壊すごい破壊力だった、今なかなか落ちてこないっていうところで、こうライナーでこの低めのこのいい感じで、ああ、超ドライブした、ね、レガシーは下から潜るとドライブ、
伸びんじゃんこれ、伸びない？伸びなかった。クリッチじゃなかった。あ、伸びた。おお、超えた。ライナーで低め。ドライブかかってます？かかってる、かかってる。いやでもどっちもいいな、どっちもいいけど、打感はモンスター。フォルムの安心感はレガシー。ちょっと細めだからさ、モンスターの場合は。あ、やっぱいいな。車内軟式が当たりはモンスター派だ。やっぱ俺レガシーやっぱ劣化してるのもあるかもしれない。あ、レガシーもうだいぶ使ってる。はい、伸びが、ほらほら超えた。見た今、見た見た。ちょっと突っ込んじゃった、ちょっと突っ込んじゃって、多分回あんまりいいとか当たってなかったのよ今。けどあのライナーであの伸びをということは、やっぱこれ破壊力あんな、強さがあるわ。やっぱ強さがあったあるんでいいですねこれ。はい、で今回ですね、こちらのモンスターブラックキャノンとレガシーのトップの 84cm720g 打ってきましたけども、やっぱりそれぞれ違い、いいとこ悪いところもそれぞれ僕の中ではありました。あの打ってて、このレガシーは結構長く使ってるんで劣化しちゃってるのかなっていうぐらい今日はなんか飛ばない感じはしました。しかしこちらのモンスターに関してはちょっとこう打ち損じてもすごく伸びてライヤーの方を越えてたので、頭越えてたので、飛びに関してレガシーともう相違はないんじゃないかなと思いました。今スポーツショップで結構あのシダ買いというかシダ用バットをあの取り扱ってるというか、まあ置いてるので、もし購入検討してる方はこちらのモンスターブラックキャノン、あのお店屋さんに行ってもらってお借りして使ってみてほしいなと思います。そして来年ですね、また新しいバットが各メーカー出るということで、さらにこのレガシーよりレガシー2だったりモンスターブラックキャノンも出ますし、別のメーカーも新しいバットが出るということなんで、本当にバット祭りというかバットの本当なんですかね、もうピッチャー泣かせではあります。まあピッチャーの皆さんはね、このレガシーとか進化したこういうバットをいかにこう使わせないで抑えるかと、発揮させないで抑えるかっていうところがまあ大事だと思いますので、ピッチャーの皆さんは一緒に頑張りましょう。はい、というわけで今回はこちらのレガシーとモンスターブラックキャノンを打ち比べてみました。この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。